いやー、とうとう姉ちんの恩返しの時が来たぜよ。場所はカミアンの部屋、舞台はすでに整えてあるにゃ。カミアンはまだ学校、インデックスならマイカに連れ出してもらったから安心して入るといいんだぜ。土帝、言われるままついてきてしまいましたが、なぜあなたが上条トーマの家の鍵を持っているのです？おいおい姉ちん、俺が何やってるか忘れたぜよ。スパイなら合鍵作るくらい朝飯前なんだにゃ。そんなことより、言った通り堕天使メイド服はちゃんと持ってきたな。持ってくるわけがないでしょ。あんなメイド服と呼べるかも怪しい代物。まったく、そんなことだと思ったぜよ。なので、じゃーん、前に渡したものと同じのを用意したにゃ。なぜそれがここにあるのですか。何言ってるんだにゃ。これがないと姉ちんの中で積もり積もった恩を返すことなんてできないぜよ。私はそんな無駄に胸元が開いて天使の羽や輪っかがついているような服を着る気はありませんよ。何ひよったこと言ってんだ。これ着てお出迎えされたら、神谷が話し出して喜ぶことがわからんのか。わかりませんよ。じゃあどうするって言うぜよ。まさかにっこり笑って心の底から感謝申し上げますどうかで終わるつもりか。姉ちんはその程度で恩が返せると思ってるのか。いや、むしろこれでも返しきれないはずにゃ。その意見には一理ありますが、仮に私がこれを着たとしてどうするのですか。そんなの決まってるにゃ。堕天使といえどメイド、誠心誠意奉仕するに決まってるんだぜ。主人を出迎え、手作りの料理を振る舞い、風呂の時は背中を流す、就寝前には夜の奉仕を。あとはわかるな。そんじゃ俺はそろそろ退散するぜよ。堕天使メイド服は置いておくぜ。健闘を祈るにゃ。土帝、待ってください。私を置き去りにしていくつもりですか。ふん、俺は隣の部屋で盗み聞きではなく、邪魔が入らないように見張ってるから安心するにゃ。好き勝手言っていなくなってしまいました。残された私はこれからどうすればよいのでしょうか。この堕天使メイド服を着て上条トーマを出迎える、次に土帝が言ったような奉仕を、それはつまり。おーい神崎、今帰ったぞ。お帰りなさいませ、ご主人様。今日も一日お疲れ様でした。お召し物をお取り返します。ああ頼む。いつも悪いな。いえ、これがメイドとしての務めですから。今日の衣服はこちらになります。いかがでしょうか。完璧だよ神崎、お前のコーディネートはいつも最高だな。ありがとうございます。お褒めに預かり恐縮です。次はご飯を食べたいな。用意はできてるか。はい、もちろんです。今夜は良い酒が入ったので、それを中心にご用意いたしました。それでだったんだな。帰ってきた時からいい匂いが漂ってる。すぐに用意しますね。少々お待ちください。おお、今日もごちそうだな。いただきます。おんおん、うまい。神崎は料理も上手だな。特にこの鮭の蒸し焼きなんて絶品だ。まだまだ修行中の身ですが、そう言っていただけると光栄です。いやいや、これならいつお嫁に行っても誰も文句なんて言わないな。私はメイドですから、お嫁にだなんて、そんな。メイドだろうと結婚することは悪くないだろう。そうですが、私にはご主人様がいらっしゃるので。まあけど、もし相手が見つからなかったら、その時は。その時は何でもないさ。せっかくの食事だ、冷めないうちに食べようぜ。はい、では私もいただきます。
った。ごちそうさま。今日も美味しかったぜ。ありがとうございます。では、私は食器を洗ってまいります。いや、神崎。その前に別の仕事があるぞ。俺は今から風呂に入ろうと思う。お風呂にですか？それはつまり…メイドとしての務め、果たしてくれよな。かしこまりました。お背中、流させていただきます。という感じになって、弱み休むと、よとぎを。もしもし、神崎さん。ご主人様、いや、上条東馬、いつからそこに。お帰りなさいませのあたりから。それは最初からなのでは。いえ、それよりなぜ内容まで知っているのですか。いや、すごく言いづらいけど、口に出てたぞ。違うんです。これは神崎、疲れてるなら休んでいっていいぞ。必要なら話だって聞いてやるし。すみません、野暮用を思い出しました。失礼します。おい神崎。一体どうしてこんなことに。私としたことが何を血迷ってご主人様などと。